来たかな。大変お待たせしました。この豆ライブっていうツールがですね、最初に枠の番号を入れて接続するときにやたら時間かかるんですよね。で、勝手にまた切れてしまったりして、すいません、お待たせしました。時間もだいぶ7分経っちゃってますよね。申し訳ないです。言い訳。いや、言い訳ではなく説明です。私が悪くないとは言ってるか。そう、配信ツールが悪いんです。私が悪いんじゃないんです。あくまで配信ツールが悪いんであって。本当にこれ小さいのが取り柄なんですよね。広すぎですか。エロいって書いてる人、あ、しまった。入れる順番間違えた。こうじゃなくて、こうだ。あ、自動延長、そうですね。確かさっきオンにしなかったっけ？してね、ありがとうございます。作成されたありがとうございます。自動無料また忘れてました。いつも通り。こうやっていろいろやってる時に、配信ツール再起動すると、2回も、いや、その間一応待ち時間でしたから、接続しねえな、しねえなって、接続って押して、そっから、タイムアウトしてしまうまでに1分ぐらいかかるんですよ。あ、ケーキ。ですね、意外と腹いっぱいです。餃子食ってる最中よりも今の方が腹いっぱいだ。天気ですね。私は釣りしてないんですけど、全然。放送が。いや、どうかな。一旦つながってしまえば大丈夫なんですけどね。あ、忘れ物。遠目に見たとこない。テーブルの上にも何も残ってないですね。いや、なかなか良かった、あそこは。あ、妹さんのケーキ。冷たくもいらっしゃいませ、愛してる人。ふう。サンタコスに聞かれてたんですね。わかります。サンタコ沖ス、縄みたいだサンタコスね。 どうしてもドンタコス系に聞こえるサンタコス。あ、自転車場か、忘れてた。梅雨があるのは じゃあこのリゾートイン白浜さんの前のこの生垣を、ああ、弱い弱い、耐えられない。うわ。じゃあここで自転車をペダル使って立てかけて、こうです。はい、自転車紹介。メキシカン。マラカスとか持ってそうですよね。カメラの角度これで大丈夫かな。ちょっと今チェックしとくか。自分の視線と合ってるかどうか。私今これで自転車の方まっすぐ見てる状態。あ、ちょっと下向いてますね。いや、合ってるか。だいたいこんなもんか。カメラの上下の向きは気がついたら教えてください。おかしかったら。マラカス持ってないです。そう、ビアンキの黒。カメレオンテ3復活。すいません。さっき枠スタートしてから7分ほど真っ暗でした。で、この先は、まず野島崎灯台。野島崎灯台。あそこっていくらかで登れるんでしたっけ？でも登ってる最中に電波切れそうだな。人は登ってないな。そう、私の頭の中のビアンキのイメージは少し違ってたんですけどね。高いロードバイク出してるってイメージしかなくて。でもクロスバイク調べてみると、ビアンキは結構エントリーモデル多いんですね。白浜、今白浜っていうところですね。え、車出してるんですか？あ、傾きありがとうございます。納期、ああ、私は店頭にあるモデルの中から選びました。店頭で売ってるやつを。そう、セレステカラーの。私は全部チェレステ色っていうのは、チェレステの緑色がそれほど、個人的にはちょい苦手な色だったんで。あ、ベンチが。海の。そうそう、黄緑。あれ、青なんでしたっけ？本来の意味は。お、びっくりした。いきなり横から今いらっしゃいますって言われて。で、灯台にはどうやって行くんだっけ？
こんにちは。あ、すけさんいらっしゃいませ。風今日ちょっと強いですね。車載見てると雪だったり晴れだったり。あ、雪だったり。暖かそうだ。うん、関東では高い方だと思います。この辺り。一般車両立ち入り進入禁止。どうだろう。自転車を押していく分には許されるかな。東大見学時間16時までか。9時から16時まで。意外と短いですね。厳島神社があるんだ。厳島神社。え、この辺りですか。あの広島の本家じゃなくて。ちょっと写真撮って。ブルー。青色舗装ですね。鮮やかに青い。港町いいな。港町。正面の灯台映ってますかね。え、伊豆降ってるんですか。マジで。こっち来るかな。鬼島饅頭。すごいな、カーペットか。いや、カーペットじゃなくてこのガリガリ音聞けばわかりますよね。川の中を走ってる。川。ロボさんのために敷いておきました。うん。あ、灯台入り口ありますね。うん、今歩いてます。一般車両立ち入り禁止と、あ、進入禁止だったんで、自転車も乗ってったらなんかまずいかなと思って到着。ちょっとさっきから喉づくろいすいません。そう、灯台の元が本当に暗いのか。ふう、到着。到着。じゃあ200円かかるけど登るかな。ブルーレット今日立ちこけないですよ。私が立ちこけなんかするわけないじゃないですか。特殊車両です。え、肌も降ってますマジで。マナーすごくいいですね。200円だと200円かかるけど都会はなくてもいいの。良心者セールのところだよね。ちょっと待ってください。アメリカが見えるよ。 X バンドで雨の様子確認しとこう。おっと、落としそうになった。押して、うん、それから通じるところと通じないところありますよね。こっち来るかな、雨。間違えた。出る。うわ、本当だ。結構、三浦半島の方まで雨雲来てるじゃないですか。ああ、やばい。今日雨装備一切持ってきてないです。全く何にも持ってきてないです。じゃあちょっと受付のところを通過するんで、読み上げをすごく小さくしますね。花の平野部はまだ降ってないです。花の平野部。そうなんだ。雨雲気にするな。雨雲、でも降られてやばいんですよね。読み上げを、どこまで絞るか。この辺り、これでいいだろう。うん。悲劇が。おお。あ、雪ですか。雪だったらまだいいけどな、雨だったらきつい。いや、機材がなければなんですけどね。北陸あ、小銭が。100円玉なんて小銭は持ってないな。長身ですよね。あ、止まりました。あ、今の目白か、違うか。別荘は9790。あ、こんにちは。やった、やった。じゃあ一人お願いします。はい、ありがとうございます。300円のお返しです。はい、東大と修行展示室をご覧ください。あ、はい。あ、今のなんだ。おー、これストラップが、すいません。あのレーザーでクリスタルの中を、クリスタルの中に傷つけて造形するタイプの、あの結局残念。なんで今の、どこが今の理解できない。なぜ今の接客ダメなんだ。じゃあちょっとあの灯台中に入ると電波切れると思います。バー、自転車ですかね。灯台に、私は前来た時確か一遍登ってるはずです。見学、そうですね。三浦半島の剣崎なんかも
あそこ入れないし、じゃあちょっと切れるかもしれませんが入ります。ん、人の声聞こえるか、人いるか、人もいる。これ登りやすいな。息が切れてきた。GoPro 録画できてるな。あ、電波入ってるか。おう。やった。階段最後の上りは吹いて。スムコーズネが必ずこうならなきゃいけないのかな。うわっとっとっと、 GoPro がよいしょっと、あ、戻りました。今映像来てますかね。虹色、あ、音だけ。よし、開いて。これ GoPro、 ヘルメットか GoPro かぶつけまくってるな。レンズが傷ついてたら大変じゃないですか。ふう、出てきました。映りましたかね、これで。うん、そこそこ登りましたね。おお、この海の景色っていうのはパノラマ撮っても繋がらないんですよね。海面自体には特徴がないから。あ、風が意外となくて暖かい。あ、今ラグがあると思うんでリロードお願いしますってコメントで打つか。あ、来てますかね、もう大丈夫かな。適切なところで、適度なところでリロードしてもらった方がいいと思います。おお、あそこのピンク色のホテルすごいな。薄ショッキングピンク、いいですね。でちょっとこっちは逆光なんですけど、こっちに回っていくと海が、大島は、あ、見えてますね。あれが伊豆大島ですよね。伊豆大島と三角形にピッと出っ張ってるのは何だっけな、三宅島かな、ちょっと島の名前がいまいちわかりませんが、房総半島最南端でございます。素晴らしい、なんで今頃そんなフォローん、あそこにいる人、あれは自転車の人かな、あの格好は。あ、でこっちが今走ってきた方向ですねって言ってもそんなに走ってきてないか。あの辺りのどっかの山の中をさっき抜けてきました。三原山は伊豆大島ですよね。で三宅島が島ですよ。いや全然それ矛盾してないか。着きた。カップル、うん、犬吠埼は調子ですね。うん、こうやって見るとリゾートホテルみたいなの多いな。でも置いてほどでもないかな。でさっきすぐその辺の東屋で水餃子作って食ってました。ちょっと待って、今口の中にさっきのウインナーのパリパリソーセージの皮がなかなか。あ、人が来た。観光ホテルですよね、あの辺り白いやつは。うん、あっちの島の大島のシルエット見えるかな。夜カップル、うん、みんなも全部食っちゃいました。腹いっぱいです。その目の前の公園がきれいに整備されてますね、芝生で。よ
GoPro はまだ大丈夫、まだ大丈夫です。うん、これ200円です。あ、すいません、すいません、いいよっと。で、こっちが先歩いてきた青い道ですね。好きだって小声で言った。そう、うん、みんなの話椿なんとかうん、そう、これ灯台の影ですね。うん、しかし雨雲が結構近くまで来てるのびっくりしたな。ちょっと X バンド細々チェックしながら行かなきゃいけないな。水神寺清子、支配の影、あなたは想像力がたくましすぎます。想像力発電とかできそうですね。丸く、あの、地球が丸く見えるっていうのは私の視野の範囲だとちょっと厳しいかな。うん、ここは野島崎灯台です。そこでぐるぐる回ってますね、なんかレーダー的なやつが。高所、うん、下見なければ上り下りが確か上り階段下り階段あるじゃなかったっけ。さっき私間違えて上り下り行ったかな。どっちが上りどっちが下りって書いてないような、2つ階段があるみたいなんですが、どっち、あ、いや、階段1つか。あ、今ここ、そうか、今ここは今ここ出してる iPhone 4を自転車の方に置き忘れてきました。下傾けてピサか。そんなに、いや、十分落ちたらもう痛いじゃ済まないレベルですよ。骨折じゃ済まないレベルですよ。ブレイブマンロード的な、ブレイブ面か。下に気をつけます。じゃあ戻りますね。これ下に行く方がまだ頭打つ危険性が低いよな。いいよっと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 、よし、灯台のレンズの、ああ、ちゃんと見なかったな、君の。いいよっと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 、やった、あ、こんにちは、やった、もう少しです、うん、しょっとぐるぐる。そう、ヘルメットのいつもこれ思ったよりも頭上伸びてるんで、自分の体が上伸びてるんで、止まりますね。目が回ってきた、はあ、あ、よし、よいしょ、はい、あ、はい、資料館の中か、ちょんまげカメラ、そうですね。じゃあちょっと資料館の方見ていきますかねそう、灯台こんなとこです。転んだらこれかレンズ。本州最南端は潮岬ですね。岡山、あれ和歌山県でいいんだったかな。うん、やっぱ土地は通じないですね。実験用風力発電機。あ、なんかあったかい。おう。あ、延長、ちょっと確認しましょうね。かね。あったかい。暖房効いてます。延長は。延長できてない、頼むよ、ちょっと、ダメか。あ、残り3分だからここで来るかな。
パトロだからかまた貼られてるのか、いや構わないですけどね。あんまりなんか否定的に貼られているの見たことないな。あ、今ここは今向こうの方にあります。来ないな園長。じゃあちょっと手動でやります。うん、最東端これで入場料払ってます一応。あ、そっか、でも中撮影していいかどうかっていうのは微妙だよね、よく考えたら。まあ公共的なところは私は基本的にいいかなと思ってるんですけどね。まあでも分からんな。お、これはなんだろう。市民生活でんでんどん覗き部屋、なんかそんななってますね。なんだろうこれ特に何が見えるってわけでもないから単なる休憩室で、ドアが殺されている。このドアもう使えないこの資料館でも確かに灯台は、灯台は大体ありますね。うん、ここ海が見えてるんですけど、ドアがなんかドアさんが殺されてます。うん、他に人いなかったから少なくともその点で無断撮影的なところの心配はなかったかな。お、これかっこいいな。見えてませんね。これはちょっと映像を調整しますかね。今度ステンドグラスの柄がかっこいい。仕事行きます、明日明後日。これで見えるかな。あ、見えてますかね。こんな感じでかっこいいな。全部違う灯台ですよ。私が覚えてるのあるかな。分からん、どれ一つとしてどれか分からん。剣先っぽいのはないな。じゃあちょっと戻して手動フォーカスにして、なんかこれ見たことあるんですよね。バードウォッチングにしちゃちょっと外の視界が狭かったです。あ、ちなみに今私の声割れてませんかね。音量バー見ると結構振り切れてるように見える。でこれ私は灯台で結構いくつか覚えてるのあるんですけど、六甲崎とか、あ、大丈夫ですか、割れてないですかね。どこなんだろう、これ見覚えがないな。あ、延長手動でやってしまいました。なので次また手動延長しないと。1枚、これ印刷ですかね、ステンドグラスというよりは。よし、じゃあ行きましょうか。雨も来てるらしいし、あ、手動だった。よいしょ。あ、白い。あのステンドグラスちょっといい感じでしたね。ステンドグラス風の窓。さて行きますか。それ GoPro のメディアがあと2時間ぐらいしかないですよね。2時間もないぐらいだった確か。あなたの灯台、犬吠埼はあれ円柱形でしたっけ。確か円柱形だったかな。じゃあさっきのあれが犬吠埼かな。なかなかいいですよね。さてこっちはまあまあ空気が寒いですね。上で昼寝は、今日は昼寝しなくても大丈夫です。昨日たっぷり寝たんで。三浦市、あ、来ました。やばいな、とりあえず内房線のとこまで行かないと。ちょっと今ここ再起動します。さっきこれここに置き忘れたから、今ここが私が持ってたポタファイに繋がらなくなっちゃって、これでしばらくしたら今ここ出るはずです。下駄は入ってないけど SPD 履いてるんで、場所によって歩くとガリガリになります。よし、ん、逃げろ。あいつ大丈夫かな。よし行くか。
今の若い女性の3人組かな、それとも1人お母さんだったかな。あまりなんか目合わせなかったから分かんなかったけど、なんか不審な目でこちら見ていたような気がする。気のせいかもしれんけど。あ、これさっき横にあった神社ですね。ちょっと階段があるから入りづらいな。あ、鳥居だ。遊歩道にある遊歩道っていうのはどこですかね。これ出てしまうともうそっち行けないのかな。んでも向こう行けなかったかな。どうだっけ。気のせいですよね。こっちの方かな。あ、これか。ちょっと階段あるんで降りるのはあれですけど、これですかね、遊歩道の方っていうのは。さっき上から見てたとこの中のどこか、どこかってまあ西側かな。これはちょっと今向こうの海の方逆光になっちゃってますね。ひそひそ、あ、どうしようかな。まあいっか。おっとっとっと、滑る滑る。今日はいつもの、あ、地鳥さんいらっしゃいませ。今日は千葉県の方に来ております。ちょうど片足乗りで、少し押し歩きでもないし乗ってるとも言い切れない半端な姿勢で今下らせていただいてます。すぐに足がつけるように。うわっと、また来る。結構変わったりしてますね。あるいは全く変わってないのもいいですよね。うん、SP でペダルに固定するための仕組みです。あ、そうだ、音量、そうですね。今私それで今言おうとした瞬間でした。先回りしやがって、今言おうと思ってたのに。ここでもうちょい風がなければベストかな。じゃあちょっと読み上げの音量を戻して、ん、シルエット、このシルエットのことですか。うん、さあさあ今やってますよね。そう、今片付けようと思ってたのに GoPro が、ああそうそう、 GoPro がもうそろそろおかしく、動きがおかしくなる頃かもしれない。てかさっき昼飯の時にもうおかしくなってましたからね。でさっき昼飯の間の充電分で、うん、まだ大丈夫、動いてます。ビニールシートみたい。和骨です。ビニールシート。サイナンタのベンチはもう行ったんですか。サイナンタのベンチ行ってないです。さっきの遊歩道の先ですかね。ちょっとあっちの方自転車だと入りづらそうだったんで、そう、あのジャパニーズ、殿様っていうのはなんだ、領主みたいなイメージかな。てる、ね、殿様っていう概念は。モビルスーツみたいな影が。モビルスーツ。ほらこの通り。どうですか、かっこいいでしょう。GoPro、外から、外部バッテリーから充電し続けてるのにだんだんバッテリーが減っていって、で最後になるとハングしてしまうみたいな動きに見えます。わかんないけど、チェックシート。音もなく止まってしまうのが困るんですよ、ハングするから。バッテリー切れだったらピピピって言って切れるんですけど、それもないからいつの間にか止まってて困る。結構晴れてますね。ただあの GoPro は外部から給電しながら撮影するっていうのを正式にサポートしてなかったかもしれない、もしかしたら。 GoPro2 だとあの全然問題なく使ってたんで、かっこいいよ、かっこいい。でも今アメリカの方とかだとこういうことやってる人いっぱいいるはずですよ。私はそれをさ、あの日本で先駆けてやってるだけであって、決して変な格好じゃないですから。いずれこの格好は常識でおかしくなくなりますから大丈夫です。っていうのを将来 YouTube の動画で見てるあなた、どうですか。これこの格好日本で今流行ってますか。いや流行ってるじゃないにしても変に思われなくなってますか。
今これリアルタイムに聞いてるんじゃなくて、まあ 2,3 年後に YouTube でこの動画見てる人に向かって聞いてます。アンペアが低いんだよ。アンペア、急遽あの供給元は結構強力なやつなんですけどね。 X パル YouTube の人別に変じゃないよ、ちょっと面白い面白い、ブラックエディションですか。うん、ブラックエディションです、高いやつです。ブラックエディションだからっていうのあるかな。今回のエディションはそれぞれ結構違うんで、そう最先端。こんにちは。うん、YouTube なくなってる可能性もありますよね。日本でも最近番組でよく使われてますよね。遺言書。遺言書くんだか。ん？猫。ですか？おかしいですか？まだおかしいというかてめえ。そう、GoPro3 なかなかまだ入手できないタイミングですよね。私はあのヨドバシが予約を開始したら即予約しといたんで、ヨドバシからほぼ、いつ来たんだっけ？割と早く来ました。アメリカ人の人ですよね、ですよね。特におかしくないですよね。なんちゃらモニターに当たったってなんだっけ？なんちゃらモニターなんだっけ？あ、ライブシェルか。まあ当たったというか応募して確かに当たったになるのかな。さようなら。元気に、さようなら。先駆け。その格好、うん。捕まりますか。よいしょっと。そう、一歩前を。あっちに道の駅はなんか、ないか。Wi-Fi で、ああ、スマホはですね、つなぐことはつなげられるんですけど、あの、アドホック接続しかないみたいで、直接、1対1の接続しかないみたいで、あ、画質いいですか。おお、びっくりした、本物かと思った。これは、ウミウかなんかかな。多分、ウだと思うんですけど、世界が。本物かと思ったよ。あ、映像公開してます。YouTube のチャンネルで。YouTube でサイバーサイクリストで検索すればおそらく出ます。目が青い。外人さんか。あとこれみんな片足上げてる格好なんですね、多分。ミューフィギュアだと思います。珍しいですね。あ、リアルですね。起きろ。起きろ。なんか倒れてるやつがいる。これはこれでまたリアルでもあるんだけど。目覚ませ。もうよくできてますよね。ニュー。そう、あの上だけじゃなくて、あの、あんなとこにまで細かく置いてある。ああ。足しか残ってない。足しかない。写真撮ってます。本体がない。国民ロボスタイルになってます。国民ですよね、ですよね。悪い人に、ああ、でもそういうのあるかもしれないですね。うん、やっぱ海湯だった。歩道にわらわら邪魔、わらわら歩道に怖い。足だけなってるやつがいる。ほら、これですね、海湯。岩の上で集団繁殖する海鳥です。うーん、白浜町の町の鳥。へえー、この手の海鳥が、てか海みたいな、なんかあの、言っちゃなんですけど、華やかさがない鳥が、街の鳥になってるっていうのはすごいですね。そう、岩の上で繁殖。はい。動物の名前、ほんのちょっと知ってるだけですね。全然専門知識はないんですけど。あの、旅行中に見るものとして知ってるだけですね。うん、鵜飼いの顔ですね。鵜飼どこだっけ？華やかさがないっていう。代表グソックムシってあれですよね。あの、ダンゴムシが巨大化した恐ろしい顔したやつですよね。代表グソックムシだったかな？長良川でしたっけ？前から呼んでも、後ろから呼んでも、鳥がコミュニティに参加しました。華やかさがない暴走、笑。華やかさ。流
ウミウが町なんか象徴的な鳥になってるというのは珍しいな、本当に。町の鳥、スズメみたいなもんですよ。ん、何がゲロ？あのウが取った魚のことかな。パソコンはあのウエストバッグに入れてます。ヒップバッグというかウエストバッグというか。あ、フラワーは春になってからですかね。冬でも咲いてるとこあったっけ。途中南房フラワーパークっていうところがあります。南房総の南房。頭にカメラ乗っけてる人から華やかさがないって言う。うん、華やかさが。いや、私は頭にカメラ乗っけてる分華やかさありますよ。ロボだからパソコン内蔵されてます。デカ休止したのに車がいないんだが。車、うん、が今日ちょっと少ないかな。ん、なんてなって。たまが、今日は眠気がないからいいな。昨日は結構眠かったんですよ、本当に。飯食った後にすぐ寝てしまうくらいに。だから準備もしたんだから洗車ゲームやらずに寝ろって感じだったんですけど、どうしても寝られない。机の前から離れられないんですよ、なぜか。それは平日でもそうなんです。鴨川あたりは混んでるのに、こっちに来ないんだな。鴨川、鴨川ってあれなんかシーワールド渋滞とか言われてるけど、どうなんだろう。あ、ヘルメット内蔵カメラ欲しいですね。できれば、あの、いろんなカメラが内蔵できるような。ん？何がウィキペディアに。フォーマ回線されてるんじゃないかって時あります。戦車ゲーム、この間なんか、私の ID 知ってる人がいたから、バレてますね。お、和田白浜立山自転車道がある。けど、予定ルートだと、戦車こっから北上しちゃうんですよね。まあ雨雲来てるからまっすぐ北上しますか。あ、よっと。うん、あの若い雨って書いてあります。若い雨、あのこれをサザエかなんかか、サザエ手に持って、あの仁王立ちしてますね、この人。頭の上のあれなんですかね。ヘルメット無理やりくっつけてるカメラです。若い海女、あるいは若い海女。なんか手の位置が微妙ですよね。でも近づいてみたらその股間じゃないことがよくわかる。可愛すぎるっていうのはあれ、ネタは知らないんですよね。男性的ですよね。なんかあの肩幅以上に足広げてガシッと立ってますよね。右手に乗ってるのはこれ多分サザエだと思います。うん、多分サザエだ。同じ格好、そうだっけ。仁王立ち、うん、多分サザエだと。手の位置、いや真ん中じゃないから大丈夫ですよ、手の位置。さて、うん、始めるのにですか。私はでも自転車始めてだいぶ経っちゃってるからな。トータル10万あれば大丈夫だと思います。10万、そのうち自転車が6、7万ぐらいで、それプラスヘルメット。ヘルメットは人によっていらないって人もいるんで強制はしないんですけど、ヘルメットはですね、ヘルメットしてヘルメットが割れるような事故に遭った時ほどありがたいと思うことはないですね。私は一遍それで頭が割れるのを防ぎましたから。だからまあ強制はしないけど推奨はしますね、ヘルメット。そのヘルメットで命が救われた人間からすると。俺は既存のムトブにスリップ外れて3000円、既存のと、それあんた自転車最初にあるから。お昼は水餃子を腹いっぱい食いました。海鮮水餃子。海沿いじゃなくて、もうまっすぐ北上します。海沿いに行くと結構距離あるんで。ネロさんがハワイ、四国でしたよね、高知でしたよね。ヘルメットは、まあ、必ずしもヘルメットの世話になるかっていうとそうじゃないんですけどね。失うものか。
ん、回線ん、ゴールピーク、ああなるほど、頭に衝撃を受ける場合を考えてですかね。それか何かにぶつけることを想定してるのか。失うもの嫁、あ、嫁、蒸れないタイプも売ってるんですよね。あ、ヘルメットですかね、蒸れる蒸れないっていうのは。半身なのに役に立つんだ。ヘルメットかぶってみてます。あ、フルフェイスじゃないってことか。いや、本当に役に立ちましたよ。日野翔平、いや、日野翔平さんの番組が始まる前から一応私はこれやってるので、パクったとは言われずに済む。ヘルメット割れたのは3人縦に並んで走っていて、相模川沿いで、で車止めが全然ないところだったのに1個だけ途中であって、前の2人がその車止めを受けたのを見てなくて、真正面から突っ込んで頭から落ちました。本当に前転して頭で着地したって感じだったんで、あの本当にやばかったです。あれは残機がスプランカーかなんかか。今日はあーこれ左行こうかな、こっちの方がいい。そつるその時はヘルメット割れてしばらく息ができないぐらい首が痛かったです。でも幸い後遺症は残らなかったんで助かりました。首大丈夫だったのが不思議。自力で、近くの駅から輪行したんですよ。あれ本当にやばかった。どこだっけ、下水駅かどっかから帰ったんだっけな。ん、今何ですかって。なんて妊娠、あ、なんか放送中にそんなん言ったんでしょうね、多分。脊髄もなんとか大丈夫でした。しばらくあの後ろ振り向けなかったんですよ。それが何年前かな。最近はもう慣れてしまったのか、あるいはもう結構実は動きに制限かかってるの気づかなくなってるのか。前見て、全くそうなんですよ。致命的な事故っていうのはやっぱり前見てない時に起きますね。意外と前見てない時間ってある。立ちこけではまあ割れないかな。端っこがちょっともげるぐらいあるかもしれませんけどね。いい道だ。火元、火元ってはどこでしょう。大きな、おこんな橋が大きな、全くですよ。本当にあの時あれ良かったです。不幸中の幸い。橋、これは昔からあるやつなんですかね。そう、サイバー武装しても防げないのか。サイバー武装、逆にサイバー武装的に言うと身の危険は増えるんじゃないかな。出っ張りが増えるから。今これ GoPro が上に乗ってるから、あの GoPro からまっすぐ下に落ちた場合にはヘルメットに GoPro がめり込んで危険かもしれない、もしかしたら。で、あそこの足元かっこいいですね。ひし形というかなんというか、ちょっとあのポリゴンで、少ないポリゴンで表現しようとしたみたいな形してますね。あ、プラモはですね、子供の頃ガンプラやってたぐらいですね。急作に麦球で物は光らしたぐらいしかやったことないです。日野さんの番組最近ちょっと見てないんですけどね。あ、向こうに渡るとどうなる、これ向こうに渡ると、渡ると戻ってこれないな。パス。日野翔平さんは今あの自転車旅行みたいなのの番組やってますね。日野翔平さんがやってるというよりは、あれはプロデューサーとかがやってるっていうことになるんだろうけどな。日野さん思いっきりなんか走らされてる感がありますよね。あの悪い意味よりもなんか面白い的な意味で、なんで俺をこんなところ走らすんだよっていつも言ってるようなイメージがある。山を走らせるのとか、高いところ登らせるのとか。 NHK なのに BS プレミアムだから BS 契約ないと見られないんですよね。で、私はあの PS3 のトルネしか持ってなかったんで BS 見られなかったんですけど、チューナーがなくて。最近ナスネを買ったので、あの BS 見られるようになりました。でもなんか取りだめっぱなしになってるな。昨日はロケバスいただいてやってるしな。ロケバス、まあ、あの俺は頑張ってるんだみたいなこと、全然そういうふうなこと言わないところはいいですよね。あの番組的にも
緩いんですよっていうのがちゃんと分かるのがいいですよね。お、郵便局かこれ、じゃないかな。建物がものすごく古い。そのうちテレビにロボさんが出るようになるよ。米屋さん、テレビ。プレミアム一人がコミュニティに参加しました。地元走るときは地元 NHK 総合で再放送するよ。ロボさんのスポンサーは青汁です。米屋さんですね。NHK ですか。米屋さんがユーパクマン使ってるのか。ロボさんも頑張れ。総合でもやってますよ。すごいな。契約しえ、総合でやってる。契約するって。ん、天気最高です。そっけない。ああ、日野翔平さんですよね。そうそう、なんかおばちゃん系に対して妙に辛く当たってませんか、あの人。おばちゃん系と若い女性に対しての態度の差がもろで面白いですよね。あ、ゴプロ乗せてました。あ、支配局、あれですね、あの焚き火の取り扱いみたいな、そういう感じですかね。あ、東京湾フェリーの看板がある。そこ郵便局。あれは郵便局じゃなくて米国店の郵パク取り次ぎ店ですね。そうですね。いい建物。ここから金井まで36キロか。私の足だと 3,4 時間かかるな。今2時だから意外と遅くなる。これは立山から臨行した方がいいかな。立山まで着いたらもうそこからすぐ臨行してしまって。あ、編集。そう、私は無編集でやっています。意図的にというか、めんどくさいのと、あとは全部の記録が残るのがなんか面白いんで。今は若い子しか来ないよ。みたいですね。でもなんかそうですね。ニヤニヤ。明日も休みでしょ。ペチペチ叩いてくる感じがありますよね。明日は仕事でございます。年賀状、どこの話だ。感動の、ああ、そうそう、それありますね。そうそう、なんか過度な演出で引き合い出したらなんか叩いてるように聞こえるんですけど、24時間テレビ的ななんか感動をさせるための演出みたいなのはちょっと苦手ですね。動画の投稿は今 YouTube にやってます。ニコ動への投稿は昔やってましたけど、時間制限が厳しいんで。編集。今は白浜からちょっと北上してるとこです。帰りは立山から内房線臨港ですかね、東京経由で。それか特急とか乗ってしまおうかな。時間がまあ1時間ぐらい短くなるんだったら。ん、ニコ生が。あ、園長ありがとうございます。園長の指摘ありがとうございます。よっ。ふう、自転車は郵送。自転車基本的に持ち歩きますね、袋入れて。こんにちは。今日なんかはもう完全に列車乗せて。こんにちは。あ、航空さんいらっしゃいませ。そう、今房総半島でもうこれから最寄りの駅に向かって移動してるとこです。年賀状って何でしたっけ。よし、さざ波でしたかね。時速40キロで走る。時速40無理。クリエイターキャンプっていうのは、あ、でも私映像作品を作ってるっていうつもりではないので、あくまでウェブアルバムを保管しといてもらえるみたいな感覚でやってますね。
無編集自体をなんかその特色としてあの売りにするってのあるかもしれないけど、あの内容だとな。あと基本的にニコ動の方のコンテンツを使ってこの放送やってるんで、 YouTube 的には面白くないと思います。 YouTube 側から見ると栗浜、年賀状を正規表現で規制しよう。年賀状、それもいいな。この放送にもブスプがいたんだっけ。そう、あのバックステージパスは高校さんだけです、今のところオンリーワン。初期のビデオは YouTube に載せないの。初期の、ああ、映してもいいんですけど、めんどくさくてやってないだけですね。そっちにした方がいいですよね。飼育もちゃんとできるし。まずは微妙に置いてるやつを全部 YouTube に持っていきたいんですよ。立山市には入ったけどまだまだ。これでちょっと切れるかな。クリエイターキャンプ昔200万とかもらえたらしいです。200万マジですか。あ、じゃあクリエイターキャンプに招待されてやってもいいです。入る前か。クリスマスケーキは食べないの。あ、全画面、それ YouTube の方の仕様の問題かな。私はあれ禁止してないんですよ。禁止してないどころか、確か許可する設定であの埋め込んでるはずなんですけどね。そうそう、拡大できないんですよね。まあその時は仕方がないので、 YouTube のあの YouTube のページの方に移動してから見てみてください。 YouTube のロゴをクリックすると YouTube 側のページに移るので、あれなんでだろうな。うん、ワープ、ワープ1 なんか風が強い。かよかよ、あ、それかもう電波ほとんどなくなったかな、この辺りは。あ、来てる。60万。フォーカス、かよちゃん。YouTube は私はあの時間無制限で、まあ、20ギガっていうファイル制限はあるとしても、私みたいなアップロードのやり方許してくれてるっていうのがすごいと思いますね。私毎回その1日分上げるたびに、まあ、あの10ギガとか多分食ってるはずなんで、それをなんか無償でアップロードしたままにしておいてくれるというのはすごいと思います。自宅サーバーで公開したら、あの多分 2,3 人が同時にアクセスしただけでパンクしますからね。外国人、アクセス解析のページがあるんですけど、 YouTube にそれ見るとごく稀にアメリカで1再生とかありますね。アメリカとかドイツがたまに見るかな。でも多分間違って再生したんだと思います。所有権、どうなんだっけ。第二世代ビメオは、ビメオはですね、なんか動きが不安定。 YouTube もそうだけど、ビメオの場合は頭出しがちゃんとできなかったりするんですよね。ビメオ画質はすごいのにな。あと確か YouTube みたいに 20GB までのアップロードとかもできなかったと思います。有償会員で何ギガまでだっけ。それか今は違うのかな。YouTube のサーバー、あ、カヨじゃなかった、カナマリ、神余りと書いてカナマリ、カナマリ小学校、読みカナマリですよ。画質いいですよね。あまりでした。本人とかにそうだけどね。
海外、ああ、そういう人かもしれない。小学校。うん。うん、昔 YouTube 厳しかったですよね。ガス。ん？今。ファイル。保存してくれる人がいたら全部渡したいですね、コピーして。私は今、裸ハードディスクにいっぱいになったらまた保存っていうか、ハードディスク外してってやってるんで、そのハードディスクが、もう死んでたら二度と編集できない。オリジナル画質は手に入らない。うん。広告収入で、ああ、そう、そっち方面も興味あるんですよね。いずれ私が会社クビになったら、なんか必ずクビになるような言い方だ、それだと。コンビニは、この道沿いには、なさそうに見えますね。山崎とかがあるなら、ユーストは、あれは一方通行のメディアのイメージがありますね。そうか。オリジナル画質だとブルーレイでも入りきらないと思います。入りきらないっていうか、1日1メディアだったら入るんでしょうけど、私の1日の声録画サイズは今のこの GoPro3 で、1080i だか p だか、まあ 1920×1080 で30フレームで録画している状態だと、1日分で670GB ぐらいあると思います。なのでオリジナルのままだと、1TB のハードディスクが16日間で埋まる計算かな。16、7日ぐらいかな、わからない。まあ実際丸1日録画してるっていうのはあんまり特に長期の時にはないんで。ニコ動、ブログマガジンっていうのが、有料配信のブログってことかな。ハードディスクで販売。自宅、10個以上あるはず。ただ、もう古くて使えないサイズのものもありますけどね。ニコ生の録画が入ってるのは今何個分ぐらいかな ?5 個分もないかな ?4 個か、そんぐらいです。あ、これフォーマです。ドコモさんのフォーマです。やっぱりこういうところは未だにフォーマが強いと思ってる。比べたことないですが、5メガバイトはない。ハードディスク今は3テラ2テラぐらいですね。テラバイトなんて昔はアニメの中で、アニメの中の未来のコンピューターの記憶容量として出てくるようなサイズだったのに、テラバイト、いや、ギガバイトか、昔のやつは。篠原重工のヘルダイバーの肩についてる FCS のハードディスクって、確かギガバイト単位じゃなかったですかね。しかもそれ読んでるそのギガバイトっていうところが、妙にぎこちないんですよね。このなんとかギガバイトのって、ちょっと一瞬遅いんですよ。サバが。確かヘルダイバーの肩についてるやつがギガバイト単位の記憶容量だったはず。 DVD 犬じゃん。なんかそういう歌あったな。ん、いつ何に変える。打てって聞こえたな。 42、 あ、サジですか。スカジの前、スカジじゃなくてサジですか。確か私が持ってた X68000 に繋いでたハードディスクは、サジ接続だったかな。テラって地球って意味もあったような気がする。テラ、ああ、あのテラとはどうなんだろう。山？40メートルだった。40メガ。ジゴワット。ジゴワットはどうなんですかね。あれって実在するんでしたっけ、ジゴっていう表示を、単位は。あとなんか単位なんだっけな、単位間違えたんだったか、なんだったか。ギガのことなんですかね。電話ボックスだ。電話ボックス、今電話ボックスすら珍しくなってきましたね。ここの先輩リスナーは申し上げ
95。私はインドで 3.1。 3.1 だったっけな。 NT は 3.5 から。パソ2ですね。昔あ LT は今のところこういうところで配信してる関係上あんまり関係ないかなと思ってます。 iPhone も LT、 あの au の iPhone なんですけど LT ネット契約してません。今この au の iPhone はデータ通信は一切できません。メールも使えません。そうヘルダイバー漢字トークってなんだっけ。ニフティの前からですね。昔あれなんだったかな、草の根ネットって言ってた時代からですね。私がやってたのは確か福岡で明太ネットっていうのがあったんじゃなかったっけ。明太だっけ、ヨカネットだったっけ。X1、私は高校の時に高校入学で X1 のカセットモデルを買ってもらいました、親に。ですいません、またこういうネタばっかりで。あ、確か MSX そうでしたっけ。あ、送料ですよね、確か転送料の長老がたくさんおる長老今山どんぐらい来たんだろう。あ、そうそう、電話代かかりますね。暴走の先っちょ南端はさっき見てきました。また息子すねたか。そうそう、前音声に音声回線でデータ通信やってましたからね。ハビタット、え、普及してるって何の話。月1万とか言ってたこともあったかな。あの音響カプラってやつですね。カプラー、カプラー、切れたり。海外ではまだそういうとこあるんですかね。私は最初は2400からかな。そして映えますね。もうそれはもう、いや、この放送見に来てる人自体がもうそういう世代ばっかりなんで、あのこれ見てる20代のあなたは少数派ですよ。10代のあなたは、まあ10代は多分いないからいいか。ワープゾーンに、そう、この辺のネタはニコ生とかだと、そんなニコ生でこんなネタ配信してる世代っていうのは少ないですからね。あ、8キロ。あ、もうどうだろう、小物が。そうですね。あ、思い出した、あれ、おっさんですよね、ですよね。ん、宿酒場、なんだろう、ロードストー天気的な話かな。あ、ちょっと、トンネル出てから聞くか。素振りトンネルの素振りの定義が分かってなかったんで、もしかしたら内側を加工してないコンクリとかで固めてないもの言うんじゃないかと思って。あ、来た来た。どうかな、復帰したかな。うん、10分、まあ普通ですね。トス、どうかな、復帰したかな。復帰したら皆さんに聞きたいことがあるんですけどね。復帰してますかね。うん、なんでしょう、なんでしょう。あ、いいですかね。
房総半島を走っててよくある素彫りのトンネルって私が言ってるんですけど、素彫りの定義って何でしょうか。今回見ててトンネルの内側が削っただけの状態でコンクリとかで固めてないものを素彫りっていうのかなと思ったんですけど、素彫りの定義は何なんでしょうか。知ってる人いないかな。いつも素彫り素彫りって言ってて、そういや定義を知らないなと思って。違います。素彫りとは彫り方の問題かな。じゃあなんか手作りっぽいトンネルのこと、全部手で機械使ってないってこと。あ、ディロード。手で掘ったもののこと言うんですか。ツルハシで。あー、だとすると素彫り素彫りってたのはだいぶ間違ってんな。お恥ずかしい。じゃあ素彫りかどうかって定義ははっきり分かんないんですね。見ただけだと。よっぽど古いものじゃなければ。今夜、いや今日増えないでしょう。1年後くらいに。あ、だから1年前の、あ、いやいや。スードン、掘り方なんですかね。素彫りっていうのはそういうものか。機械でやってないってことなのかな。ダイナマイトはじゃあその素彫りのうちに入るという感じで。土方先輩。うん。補強せずに。あ、近いな。あ、意外と近いじゃないですか。なるほど。あれか。今言ったら多分ウィキの定義ですよね。その掘削するときに補強せずにっていうのは。ってことはやっぱり壁が補強されてるかどうかっていうのは結果的に似たような定義になるのかな。すべて滅ぶ。荒く削ること。うん。補強。ああ、やっぱり近い近い。意外と近い。凹凸がある。最終的に綺麗に仕上げられてるって意味じゃなくて、掘る段階で固めながらやってるかどうかなんですね。じゃあ少なくとも壁から結構いろいろ剥がれてて、下にうず高く積もってるあれは素彫りと思っていいわけですね。でも境界線微妙なんだろうな。爪。なんかその手の話は、どっかで聞いたことあるような気がする。見た目じゃわからないんだろう。ダメだ。何ですかね。いい。でも網走のあたりトンネルとかあったっけ。うん。素彫りっぽいトンネルはとにかく素朴なトンネルって言い方の方が安全かな。素朴なトンネルは 2,30 は見てると思いますね。今日もだいぶ見ました。補強は甘い。素朴っていうと何の定義もわからないですけどね。補強は素彫りの、そういう意味の素彫りもあるのかな。飛び出す現象。あ、青銅門。あ、なんかそれ話聞いたことあるな。青の銅門はなんか修験の人か誰かが掘ったんでしたっけ。青の銅門は今メイプルヤバサイクルラインってとこですね。あそこはなんでそんな話題してるん。なんでだっけ。ちょっと、プロかどうか、ちゃんと資格持ってる人がやったかどうかってことか。ますますそれじゃ分かんないですね。今どれくらいの時速なんですか。今これは20キロちょいぐらいしか出てないと思います。持ってきちゃったね。思いましたね。意外と。八社神トンネルは昔は自家用車で飛んでた。あ、ヤシャ神だっけ。あれどこでしたっけ。ヤシャ、確か南アルプスの方じゃなかったっけ。お坊さんでしたよね。なんかそういう関係の地図。あー、聞いてほしい。ん、今のはなんだ。今のわからん。読み上げだけじゃ今の逆わかんないです。じゃあ雨雲が近づいてたらもう立山駅あたりから輪行で。そう、これ止まると、こんだけいつもコメントもらってるとたまに止まるとあれとか思ったりしますね。でもそれ口に出すと、なんだこいつコメント途切れただけでトンネルコメントが続いてることが当たり前だと思ってんのかって思われそうだから、
しばらくコメントが途切れても黙ってます。でいい加減長くなってくると、あ、これは何かあるんだなと思うんですけどね。わらわら、ここのリスナーってアラフォー中心なの？アラフォー、かなりそうですね。40代以上で 50% 超えてなかったかな、確か。前アンケートで20代までっていうのと、30代以上、40代以上、50代以上ってやったら、30代以上で8割5分ぐらい占めてて、最悪で7割でしたっけ、いや8割以上あったと思います、確か。で一番大きなグループが40代じゃなかったかな、3、40代が一番多かったですね。女性はいないことはなかったはず。あ、今ちょっとコメント流してすみません。すぐに短期記憶から消えてしまった。女性です、ヒャッハーですね、ヒャッハー。もう少し先で左か。コメントあるのに棒読みが止まる、棒読みが止まるパターンもありますね。30代後半ですが、いてもよかったですか？30代後半、あなたいくらいてもいいですよ。あんたか、女子大生は。いつもなんとか女子大生のなんとかのところを変えてくる人か。結構なんか市街地走ってるな。うん、アンケやりました、やりました。あの時の動画もありますよ、 GoPro 動画で 2,3 個目のやつかな。過去の走行一覧っていうこの枠の説明に確か書いたと思うんですけど、それたどればすぐにわかります。今だったよな。僕という若い、僕と自分のことを僕という若い女性は一定の需要がありますよね。お、いや何今の、赤と青のイソヒヨドリって鳥が燃えてる灰の端っこにやってきて、ちょっと足突っ込んでからまた逃げていきました。あの動きなんだろう。あれは2月のことです。2月でしたっけ、あれ。餃子。ああ、それは体を洗ってるんだよ。洗って、何ですかね。どのくらい、まあ好きなだけでいいんですけど、どうだろう、達成感があるっていうと、10キロか20キロぐらいですかね、とりあえずは。で、私が言ってるこれは、野口何さんだっけ、決めたかった野口康さんだったかな、野口、ああ、名前が思い出せねえ。自転車野郎養成講座っていう自転車旅行ノウハウマニュアルみたいな、マニュアルといっても自転車の機材についてあんま書いてなくて、野宿する話とか、結構現場レベル的な話が多くて好きでしたね。野口康夫さんだ、確か野口康夫さんだ。ん？需要ない、今どれの話？野口康夫さんは前、自転車世界旅行してる人たちの集まりみたいなところに、一遍さん行ったことがあって、その時にその野口康夫さんって人と直に会ったことあります。ヒデオではなく。で、その人に確か、関東付近でおすすめの道ありませんかねって聞いたら、水郡線のあたりの国道300何号線だったかな、を勧めてもらったことがあって、その後実際に走りました。ヒデオ。リースキン。気温が全然。食。餃子ニンニクは、あれ別名なんでしたっけ。餃子ニンニクは、
確かアイヌの呼び名がありましたよね。ありますよ。なんだっけ、なんかピとかがついてるの気がする。餃子ニンニク、あの行くものニンニク、あれ北海道で なんて呼ばれてたかな。ネギ、そうですね、佃煮とかにされてますね。うん、結構曇ってます。気温もあの低いままです。青空が、あーくそ、行者ニンニクのあの名前思い出せない、別の呼び方。ここからまだまっすぐでちょっと行ってみ右かな。間もなく国道、駅はまだ先、駅ですね、アイヌネギ、ね、アイヌネギ、ですね、なんて言ったかな、なんとかトンっていう、そのそれ使った丼があって、あ、キトピロでしたっけ、なんかそんな感じだった、キトピロ。あの前北海道のニブタニっていう、そのアイヌの人たちがまだあの住んでるあたり、ピロシキロシア、あのアイヌ文化といったら、あ、韓国は有名なんですけど、ニブタニっていう南の方にも小さいけどそういうところがあって、でそこで前ライダーハウスで泊まった時に、そのキトピロ丼だったかなんだったかの目に見た覚えがあります。ヤビツはトイレ閉鎖してるかな、ヤビツ、ああ今上は閉鎖されてんじゃなかったかな。ただですね、峠のあの舗装道路の峠よりもさらにあの登山道上に行ったところにトイレが別にあったはずです。そっちはどうなんですかね。ライダーハウスって自転車乗りでもいいんだ。そう、ライダーハウスは別にライダー限定ではないです。まあ、ライダーが集まりやすいですけどね。森キトピロって言うんだ、すごいためになるわ。キトピロ、いや、ためになるかどうかは微妙ですね。来たこれ。キトピロって何ですかって聞いたら、これは餃子ニーニクのことって教えてもらったんですよ。スケボーでもいいと思うよ、ライダーハウス。スケボー。餃子ニーニクうまいよね。別にあの一人旅じゃなくても何でもいいんですけど、まあでも一人旅かな普通は。グループだとしてもまあ2人か3人ぐらいまでですかね。あんまり大人数で入れないから。キトピロ、あー多分忘れてる。キトピロ、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 ダイラーハウス、あ、ライダーハウスのことか。あ、今私はこれは大丈夫か。ああ、立山城は、あ、相模、ありがとうございます。それも忘れかけてた、相模。あの、貝の名前、相模、相模。キトピロ、相模、キトピロ、相模。これ、ブツブツ言いながら走ってると、本当にやばいな。会話すらしてなくて、なんか、聞いたこともない単語を連呼してる人間になりますからね。キトピロ、相模、キトピロ、相模。何を今更、サイクルハウスはあるのかな。サイクルハウス、ですね、ライダーチャリダー共和国っていうのがありますね、あの稚内に。そう、揮発がすごくてですね、脳に血管があるじゃないかと自分でも思うことあります。でも MRI 撮った限りではあの脳の一部がに巣ができたりはしてなかったです。あの隙間が、自転車オフ会みたいなのあんまりやってないですね最近は。前はあのポタリング文化の普及のためみたいなつもりでポタリング企画をやったりしてましたが、大房岬にキャンプ場あるよ。大房岬、大房どこ岬のことだろう。あ、そうだ、そろそろ日、あ、ありがとうございます。そろそろ枠、周りに聞こえてるの、周りに聞こえてますよ、本当に。このスタイルで、配信してるのはなかなか珍しいかなと自分でも思うんですけど、あの自転車イヤホン規制とか言って、片耳であってもイヤホンだったら何でもかんでもダメっていう風な解釈する人がいるんで、私はそれは周りの音聞こえてるレベルだったらいいだろうと思うんですけど、旗から見たら音量でかいかどうかわかんないですからね。うん、立山から輪行しようかなと思ってます、雨が降りそうであれば。でなかったらもう少し走ってもいいかな。草、ね、ちょっと待ってくださいね。3分くらいです。自転車乗りが少ない。3分。お、あ、こっち
下に行く人邪魔になってるな。なんでバイクの人と自転車の人が。ああそうだ、延長だ、今延長のことすっかり忘れてた。ちょっと来てないですね、まだ雨は。三浦半島のところで止まってる。次枠、ああどうしよう、2時半か、まだちょっと早いかな。特急が止まる別の駅まで行ってみようかな。うん、スピーカーの方が聞こえますよね。喋りながらは、上りはさすがにちょっときついことありますけど、平地だったらまあ、私ぐらいのスピードで走ってる分には全然問題ないです。月曜日だから、そうか今日月曜か。次は次の信号を、予定ルート一応作ってるんですが、そうですね。うん、国道410号を出ることになるわけですね。で、そっから行くとしたら海沿いの道出た方がいいかな。舞浜ってだいぶ北じゃないですか。舞浜、浜金谷まで行ってしまうとフェリーに乗ることになるかな。でも浜金谷多分まだ2、30キロ先ですよね。さて延長もしたし、日が暮れるまでは走ってもいいんだけどな。それまでに浜金谷に着くかな。うん、15年か。読み上げで聞くと本当に分かんないですよね。システムコメントなのか、あのユーザーコメントなのか。海ほたる行ければいいのにね。海ほたるか、あそこどうなんですかね、行ったことないんですよ。バスで通過したことあるけど、宇宙旅行。本業？おお、 10% か。その設定はしてないな。今のもあのシステムメッセージと同じですからね、読み上げは。で、浜金谷がなんて？そう。あ、素織トンネル。ってことは定義はあながち間違ってもないのかな？あながち。あながちもあまり使わんな。彼女？そこは秘密。うん、雲がちょっと多いんですよね。フェリー、うん、そうですね。もともとそのぐらいのつもりだったんですけどね。カメラ位置は私の目の上の10センチか15センチぐらい上です。まあでも一番視点に近いカメラ位置かなと思ってますけどね。自転車は素直だね。自転車は、素直。針、あ、猫だ。サイドの猫に横切られた。距離ありますよね。何体か略、何何。首を、いや私はだいたいこういう姿勢でやってますね、普段。お、ニコニコ食堂じゃないけどニコネタがあった。沖縄主派誰ですか。沖縄主取り立ててそういう人はいないな。私はニコ生芸能界に興味がない人間なので。気に入ったから何度も使ってますね。アクアライン輪行、普通の自転車でも行けますかね。あれ、これニコニコ小売市場どこ。2001年、当時いくらぐらいしたんだろう。どこなんですかニコニコは。店が見えない。まあいいか。毎日がそれ特売じゃないですね、普通の倍日ですね。あ、イベントありがとうございます。あ、こっちじゃない。いつの間にか道間違えてるな。どこに行けば復帰できる。あれか、この自転車は一方通行じゃなくていいですよって、この道かな。昨日ちょっと見えました、今。あ、そうか、 FM エリカ今なんか、あの乗り物とか良かったですね。で、すぐそこを宇宙船が走ってて、間違えたおかげでネタがちょっとだけ。昨日
おもちゃカレー、ああ今晩は木のおもちゃカレーにしますかっていう文字列かと思ったらカレーにするか。カレーにするとカレーにするというのはほとんど同じですよね。木のおもちゃカレーってどんな具だよって思いましたよ。看板、看板。お、この先にニコニコドライブインもあるよね。あ、ドライブイン。宇宙旅行は抽選で行ける。宇宙旅行、これフィールズなんだけど F のフォントがちょっと違うからイールズに見えた。ニコニコ元気、つまりうなぎ。うなぎは EEL でよかったかな。 JCA 入ってるのかな。 JCA は、あ、私は入ってないですね。あのサイクリングヤマト便が使えない、つまり私は保険はあのチームキープレフトの保険に入ってます。というかチームキープレフトに入ってるから保険がついてます。ニコニコできる。おや、よく見たらなんか蝶ネクタイみたいな蝶結びの首をしてますね。 JCA 入ってるけど保険継続しないとヤマト便使えないから。なんかよだれかけみたいなのつけてますね。大学どこ？丸い。うほ、いい猫。大学秘密。ウルスタイン猫。怯えてる。ウルスタインか。ちょっと怯えてましたね。いい感じ。わら。なんか追い詰められた感がありましたね、少し。あんな狭いところに。うん、笑って。え、どれを？ちょっとすいません、あっさりと。猫かわいい。あ、猫はかわいいですよね。イタチか、イタチかわいいですよね。と、あ、あれは多分元電電公社、現 NTT のタワーじゃないですかね。あ、今これか。もう下まで来てた。侵害。これ大体元電電公社的なやつですよね。NTT と電電公社っていつ変わったんでしたっけ。この施設は今何なんだろう。あ、やっぱり NTT ですね。第二電電ってなんだっけ。なんだっけ第二電電。電電タウンってのが昔大阪にありましたよ。電電タウンがネタになったパソコンゲームとかもあったはず。大阪の電電タウンはまだあるのかな。日本だか、あ、高速通信あったな。名前かっこいいですよね、日本高速通信。高速な感じが。うん、独占。まあそういうところまだありますよね。うん、あ、すみません。カタツムリ。なぜカタツムリがデンデン虫なのか。なんだよデンデンって。あ、おしるこあるな。でもまだ腹いっぱいだ。そう、電電電って何なんでしたっけ。名前はなんとなく覚えてるけどどういうものだったか覚えてない。ん、ポッカのレモン。ファミマ。しかし、あ、今止まったな。よし、トデ以外のサードパーティ通信会社だよ。あ、電電電ってそういうやつなんでしたっけ。あれ、なんで笹子。今店名が笹子だったのでちょっと反応してしまいました。あ、しまった、足つくの忘れた。着いた、今着いた。その最たるもんが東電。東電、東電。電電ってお笑い芸人いたよね。笑い芸人は知らない。なんで2人しか、なぜそこで電電が2連続で来る。電電に仕方無理。そうそう。ん？ん？何結婚しろですよね。なぜそこまでぴったりなタイミングで。愉快な鶏たちっていうのは、これは店の名前か、それともキャッチか。電気ないところ。今どれの話だ。
てんでこ社でしたよね。千倍公社、タバコとかの話ですかね。JT の前の話かな。ああ今何年か聞きそびれた。さてどうするかな。もうすぐ立山駅なんで、立山駅の横通って海沿い出てからしばらく北上するか。日本タバコ産業1985年。駅の横通れるかなこれ。まあ立山駅の前通りますかね、とりあえずは。もうここから踏切渡った方がいいな。確か駅の表側、栄えてる側は海沿いじゃなかったかな。立山駅は駅前一応行ってみます。あとまたトイレ借りとこう。気温が下がってあのトイレが近づいてきたので、近づいてくるトイレ、今のは近づいてくる時計っていう SF の、あれ SF じゃないんだっけ。電話の権利でしたね。トイレ。加入権まだ一応あるんじゃなかったかな。あれってでも買っても特に今メリットないんでしたっけ。電話もう使い続けてると新しく買うなんてことがないもんで。加入権激安なんでしたっけ。あれどうなってるんですかね、よくわからない。紙くずになる前に返して返金できる。返金どうなんだろう。7億2000円。7億ずいぶん取りますね。寒いからです。糖尿、でも糖尿の遺伝子を持ってるんですよ私は。母は糖尿病なんで。いやそれもいかんな、それも個人情報っぽいな。何でもありません。初のボーナスで、それもだいぶ前ですよね多分。発汗が、それもあるかもしれない。そう言われるとなんか説得力ありますね、確かに。じゃあちょっと駅前でトイレ借りていきましょうかね。これが立山駅。昔の立山駅はどんなんだっけ。昔の見たことなかったかな。南国っぽい。そう、この地中海っぽさ。立山駅はなんかこんなんなんですよね。ないんでしたっけ。マスターキートン。よ、あ、砂漠の話ですよね。砂漠のカーリマンだか、ターリマンだか。ネズミランド。昔の人が思い描いたリゾートの図か。リゾートの、これなんかスペインとかあっちの方のイメージがあるかな。そう、砂漠で脱水症状になると帰ってには出るんですよってマスターキートンが言ってた。よっ、お、縦チャリっていうのもありますね。観光まちづくりセンター、わが町グッズ販売店、脱兵、チーバくん。チーバくんは知ってるけど、脱兵って何。川崎駅の変更の中だっけ。川崎駅に、これ配信はしませんけどね。どうしようもですね、携帯なかったから。あ、そうそう、さっき話題にしてたサイクル野郎っていう昔の自転車旅行漫画も携帯がない時代なんで、実家に電話取るのに、実家に連絡取るのに10円玉積み上げて電話したりしてますよ。そういうところもちょっと面白い。電動、今日昼寝しなくてもたっぷり寝てきたんで大丈夫です。昨日寝すぎたぐらい、7時過ぎに寝始めて0時過ぎに目覚まして、で次に寝たのが3時ぐらいだったかな、2時か3時ぐらいで朝まで寝てました。だからトータル10時間超えてると思います。じゃあちょっと行ってきます。あ、 GoPro また止まってやがる、この GoPro が。じゃあちょっと GoPro は一旦切って充電しておいて、やっぱり徐々にバッテリーが切れていって、途中で下ある程度下回るともう止まっちゃう感じですね。これ再現性がありそうだな。もっと切り分けたら
ちゃんとクレーム入れられるかもしれない。じゃあちょっと行ってきます。ガリガリガリ、辺野8番って D&B がやってた。